こんにちは、今です。いつも英語英会話一日一言をご覧いただきありがとうございます。では、ネイティブが使う表現、毎日使う表現、今日もやっていきましょう。そしてリアル発音で、しっかりとネイティブ発音も身につけておきましょう。OK、じゃあ行きましょう。今日は、彼のこと東京タワーでも連れてってみれば、丸々してみればですね、東京タワー連れてってみればは、英語で何て言うでしょうか。3秒考えてください。OK、では答えです。答えは、Why don't you take him to Tokyo Tower?でございました。Okay, so why don't you が何々してみればっていう時に使う表現です。Why don't you take him to 彼を連れて行く東京タワーに to Tokyo Tower. Okay? まあそのまんまですね。はい。なので、まあ東京タワー何でも変えられますよね。Why don't you take him to what's the other tower? Sky Tree. 東京 Sky Tree. Why don't you take him to Osaka? Why don't you take him to Kagoshima? Why don't you take him to 川越?いいですね。川越。はい。川越からリクエストが来てるんですよ。セミナーやってくださいって。何をふざけたこと言ってるんだと思ってたんですけども、まあ、それもいいかなと思って、川越、どこにあるかもわかんないですよ。多分埼玉ですね。なので、まあ、北がいい、方位の時にちょっと行こうかなと思いますんで、メインはその方位を取りに行くんですね。で、ついでにセミナーしちゃうっていう。それで、どういうセミナーがいいかなってちょっと今考えてるんですけども、全く思い浮かばないので、ぜひ、皆さんに、あれしてください。皆さんからあれして、もらってます。なんていうの?リクエストお待ちしてます。どういうセミナーしてほしいか。まあ、2、3時間ぐらいで僕とシモン先生2人で行くので、2人でなんかこういうことを教えてほしいですって真面目系でもいいし、ふざけた系でもいいです。で、まあ、どちらにせよ半々になります。はい。なので、まあ、教えていただければそれやりたいなと思ってますので、ぜひご協力お願いいたします。OK! じゃあ、発音いきましょう。How? じゃなくて Why か。Why don't you? Why don't you? これ、ね、微妙なとこで Why don't you? ってちゃんと D の音で言う場合もあるんですけども Why don't you? Why don't you? ってちょっとロっぽい感じロの 90%、80% 引きで言っちゃったりもします 50% だけ、まあ、それ適当に抜いてください OK? So why don't you? ってちょっと軽めに言っちゃうこともあるんですよねどこだかっていうと発音しづらいというかわざわざしっかり発音するのめんどくさいじゃないですかコンビニのあまあ、最近ないですけど昔一時コンビニですみんななんかしないどこ行ってもありがとうございますありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。みたいな感じだったんですよ。ありとましたしか聞こえないんですね。あとなんかぐちゃぐちゃってなっていて、もう英語そういうこと多いんですよね。で、ただその日本語の方って言ってないじゃないですか、ちゃんと。英語はその中でも母音だけ落としてるとか、子音を止めてるとか、そういうなんか規則性があるんですよ。日本語の場合だとそれはなんかただのだらしない人っぽいですよね。で、だから英語も一見だらしない人っぽいんだけど、基本全部。でも実はちゃんとそのルールがあるというか、決まりというか、なんていうそういうの、なんかそういうのがあるんですよね。はい。そういうとこわかんないから教えてください。なんて言えばよかったかとか。そう。それで、まあ、そういうことなんで、規則性があるんで、何を言うとしたんっけ。あ、そうそう。だからその規則性がわかると普通に皆さん聞こえるようになってくるんですよ。外国人も多分、ありましたしか聞こえなくて、ありました。わかんないってなっちゃいますね。皆さんも結局そういう現象が起こってるんで、ちゃんと、でも英語だと規則性がまだあるから、それを、今僕はリアル発音記号を使ってお教えしてるわけですね。はい、そういうことです。なので、まあ、ここは Why don't you? っていうふうに発音したことが多いです。Why don't you です。Chew。Okay? Chew トレインの Chew ですね。Chew。で、口前に出してください。日本語のチってチとか Chew。Chew。どうやって言うのか Chew。英語だったら Chew です。もうちょっと前に出してください。っていう感じですね。Okay? Why don't you? Chew。Why don't you take him to? Take him。ここ、ヘムの H も消えちゃうんですよ。Take him。Take him to。Why don't you take him to? Why don't you take him to? 一緒にやって。Why don't you take him to? Why 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 don't you take him to Tokyo Tower? 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 Why don't you take him to Tokyo Tower?Why don't you take him to Tokyo Tower? 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 いいでございますね。はい。なんかリズムに乗ってくるとね、だんだんこうなんかいい感じになってくるわけですよ。こうやって。はい。なので皆さんも自分の中でこの表現のリズムはどんな感じなんだろうとこう妄想しながらやってみてください。体を動かしながら発音してみてください。昨日の How's your day? 勝手に動きますからね。How's your day?自分の中でそのリズムを見つけてください。英語のリズムを。自分なりのですよ。はい。なので、こういう時もやっぱり、先生、正しいリズムを教えてくださいになっちゃうんですが、そうじゃないんですよ。あなたの中のリズムを、この英語表現に結びつけてほしいわけですよ。はい。そうなると、なんかこう出てきやすくなるんじゃないかって思ってます。
はい、そんな感じで今日はいいですかね。はい。Alright, so thank you very much for watching and please watch my video tomorrow, okay? Alright guys, see you later, bye!